の腕のプルプル脂肪と脇腹のプルプル脂肪、気になる人は一緒にやっていきましょう。ここのお肉がついてると上半身が太って見えます。簡単にできるメニューなので一緒にやっていきましょう。
疲れ様でした。二の腕と脇肉しっかり使えました。肩甲骨もしっかり伸びてます。呼吸が深く入るはずです。これを毎日やってみてください。しっかりね、日々行っていけばですね、しっかり二の腕痩せ、脇腹肉取れてきますので、頑張ってこれからもやっていきましょう。二の腕に関してはしっかり引っ張ることがね、大切です。鍛えるという意味もあるんですけども、鍛えるよりも引っ張る方が二の腕は細くなりやすいです。ですので今回みたいにやってください。各種 SNS もやっておりますので、説明欄からインスタ、ツイッター、TikTok などフォローもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。